皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの津村美代です。今回は私が普段食べている減量食のミールプレップの様子をご紹介していきたいと思います。今年2024年ですね、私、ボディメイクのコンテストの選手復帰をいたしまして、6月、7月、そしてこれから9月の大会と、最後の大会を迎えるにあたって減量末期を迎えている状態です。減量自体は2月からスタートして、スタートの体脂肪率 23% から今 12% のところまで体脂肪率が落とせています。やっぱり運動だけではなくって、大事なのは食事の管理。もうなんなら食事の方が8割ぐらい重要なんじゃないかなっていうぐらい体脂肪率を適正に落としていくっていう意味ではすごく重要なところになるので、今回はそれを支えてくれているミールプレップの様子を紹介していきます。普段これ私ね、1週間に2回ペースぐらいでこれを作っていきます。使っていく食材はだいたい鶏胸肉が多い感じになるんですが、調理工程でのコツだとか、味付けで考えていることだとか工夫だとかっていうのを、まあ調理しながらラフに話していけたらなと思いますので、皆さんの参考にしていただけたら嬉しいです。はい、ちょっと減量末期でですね、あんまり頭が回ってないのと舌が回らないのでちょいちょい減ましたらすいません。皆さん優しく見守ってください。よろしくお願いします。では、参りましょう。行ってみよう。さあ、では始めていきましょう。今回使っていくのはもう王道ですね。鶏胸肉です。まあ、魚使ったりとか、お肉もいろんな牛だとか豚だとか鶏だとかいろんなの使う人がいるんですけど、私の体には鶏が合っているので、鶏を使っていきます。人によってね、合うタンパク質、合わないタンパク質っていうのが結構あるので、減量進めていった時に、なんか、減りが悪いなとかって思ったら、また違う食材に変えて挑戦してみて、それが合えば、それ一本で継続するみたいなしていくと、自分の合う食材、合わない食材とかがだんだん見えてくるんじゃないかなと思います。タンパク質以外とかもそうですね。お米が合うとかさ、芋が合うとか、炭水化物の取っていく食材に関しても人それぞれ合う合わないがあると思うので、なんかいろんな YouTube の情報でね、なんか芋がいいんだってとかね、米がいいんだってとか言っていろいろあると思うんだけれども、何が合うかは本人にしかわからない。だから全部を鵜呑みにしないように、最初自分の体で実験していくのが大事なんじゃないかなって思います。私の場合はもう本当に王道で鶏胸肉と米でやっていくのが一番体重が安定して減っていくなっていう傾向にあって、まあ時々疲れてきたなと思ったらお魚の油を入れてあげたりみたいな感じで変化を入れるんですが、基本もうこの7ヶ月間はずっと鶏胸を食べ続けていますってな感じで、鶏の皮を全部今剥ぎました。で、剥いだ皮に関しては皮の、唐揚げを子供たちに食べさせます。我が家はね、こういう皮とかも消費してくれる人がいるので非常に助かってます。で、調理法としては本当にシンプルで、油を使わずに焼くだけです。茹でたりしてもいいんですけどね、なんか茹でてジップロックだお湯だなんだってめんどくさいんで、とにかくフライパンで焼いていきます。で、キノコ一緒に焼くと、お肉が柔らかくなるので、今回はえのきを一緒に使って焼いていきます。で、これね、鶏胸肉がね、2キロあるのよ。で、これをだいたい1週間持たないね、3日か4日ぐらいで食べちゃいます。なので、これずっと同じえのきと肉だと飽きちゃうから、もう1個は自変して作っていこうと思います。で、とりあえず半分はえのきとお肉を焼いたやつにします。食べやすい大きさにどんどん切っていきます。で、調理する時の調理法は基本、茹でる、焼く、煮る、それぐらいかなって感じ。もう油を極力使わない、極力っていうかもうゼロだね。油はゼロの状態で調理をしていきます。この切り方も特にこだわりはなくて、自分が食べやすい大きさであればいいかなって思います。どんどんフライパンに移していくだけ。で、
多分普段の料理から比べるとめちゃくちゃ雑だと思う。でもさ、これ毎日毎日だからね、もうね、凝ったことやってらんないのよ。でね、皆さん分かると思いますけど、調理で手が込めば込むほどカロリーが上がる。例えば中華料理なんか考えてみて、酢豚作る時とかに一旦素揚げして、そこからなんか野菜と絡めて調味料を上からかけて炒めてとか言ってさ、なんか何個も何個も調理工程が挟まったりとかってするとね、その都度なんか調味料が加わったりとか油が加わったりとかするわけだから、調理工程がシンプルであればあるほど私はダイエットはうまくいくと思ってます。よくさ、ダイエットやるときにさ、私料理が苦手なんで、なんかダイエット食とかそういうのうまくできないんですねとか言って言う人いるんだけど、私ね、むしろね、お料理が苦手な人の方がダイエットうまくいくと思うよ。だってお料理がうまくできちゃう人って美味しく作れちゃうんだもん。美味しく作れちゃうしさ、美味しく作れるさ、そう工程を踏んじゃうもん、踏みたくなっちゃうもん。こんな感じで今鶏胸肉だいたい3枚ぐらいかな、こんな感じで、はい、見て、とりあえず第1弾フライパンに丸々これ敷き詰めました。さあ次、えのき。まあ、えのきでも、しめじでも、舞茸でも、なんでもいいんですけど、なんか私はね、えのきの方が便通が、私はだよ、いい感じがするので、私はいつもえのきを使ってます。そしたらさ、もう、こっからさ、やることっつったら、あと火通して味付けするだけなんだよ。何の面白みもないだろ、本当に。ごめんなさいね、こんな動画見せて。で、意外と味付けをするときに、今さ、市販でさ、かけるだけで美味しくなる調味料とかいっぱいあるじゃない。ね、なんだけど、できるだけ調味料に関してもシンプルイズベストです。なので基本はもう塩コショウ、あとは、まあ、使ったとしても、まあ、ちょっとお醤油かなぐらいでね。それだけだと飽きちゃうから、私の場合はスパイスとかハーブとかそういったもので香り付けっていうか、カロリーをできる限り加算せずに味変ができるようなものを考えています。あとはまあ食べる時にちょっとレモンかけてみるとかね、お酢をちょろっと垂らしてみるとか、酸っぱい、辛い、風味がいい、まあ、この辺りで自分の五感を刺激するみたいなね感じにしています。私が最近ハマっているフランスのお塩、これさ、今までいろんな塩を私使ってたの。雪塩とか、あとヌチマースとか、あとこれムクスケ、あとこれモジオ、あとはこういうなんかトリュフ塩、これはなんかちょっと香りが強いからあんまり使ってないんだけど、こんな感じのとかでね、お塩結構いろいろ好きで集めてるんですけど、あとその食材によっておにぎりとか炒め物とか物によって変えたりしてるんだけど、私は今これにめちゃくちゃハマってる。これお友達がねプレゼントしてくれたんだけど、減量中頑張ってって言って、これマジでカルディとかでも見たことあったんだけどさ、なんて言うんだろう、これなんとも言えないさ、全然食材の味を邪魔しないので、あんまり塩気も強くないんだけど、このね粒がすっごい粗いんですよ。なんなら結晶が本当にゴロンってあるぐらいのね粗さなの。なんだけどこの粗さが塩味が強くないんだけど、塩をちゃんと感じさせてくれるから、本当にこれもっと早く知りたかったっていう感じの塩です。ちなみにこのフライパンは油を敷かなくても焼けるフライパン、焦げないフライパン。よくさ通販番組とかでさ、なんか薄いさ錦糸卵を焼いたらさ、その卵がフンとか言ってさ、フンとか飛んでく、ああいうのあんじゃん。ああいう系のやつ、もうほんと油引いてないのに全然くっつかなくて、
スラッスラに焼けるやつなんですけど、私もうね、あのダイエットを意識し始めてからこのフライパンから離れられなくって、もう何年使ってるんだろう、10年は使ってますね絶対に。しかもね、すごい耐久性がいいから、まだ3回ぐらいしか、3回じゃない、2回ぐらいしか買い替えてないんじゃないかな。これ2回目ぐらいだったと思う。本当に全然ダメにならない、コーティングもダメにならないし、まあ、使い方にもよると思うんだけどね。これマジでおすすめ。なんだっけ、エバークックってやつかな。おすすめです。私 の、 あのグループレッスン、運営しているグループレッスン の、 あのメンバーさんにもこれおすすめして、結構メンバーはこれを使ってる。エバークック買いきましたみたいな。エバークックさん、ダイエッターには本当にこれおすすめですよ。で、これ火がある程度通ったらですね、まあまだ通ってないんだけど、どうせ通るから、はい、このお塩ですね、まあだいたいちょろっと味がつきゃいいんだよ。あんまりね、強いとね、むくみに今度なっちゃうから、むくむとさ、筋肉のカットが消えるじゃん。なのでテンション下がるから、塩もちょこっとです。んで、私の大好きな、もう山盛りかけたい香辛料一味、これを使っていきます。ちなみにですね、一味に関しては脂肪燃焼効果があるとか、カプサイシンがどうだとか、そんなことは一切考えておりません。辛くて好き、それだけです。減量中ってバリエーションで楽しむっていうことができない分、できるだけ素材の味を楽しみながら、その中でもいかに楽しめるポイントっていうか、刺激を感じるかっていうことが私は重要だなと思ってるわけですよ。変わり映えしない、なんかさ、ずーっとこうぼやけた味なのつまんないじゃん。なので私は結構こういうね、辛いのをがっつり使ったりします。ということで、まあ食べる時にかけてもいいんだけど、調理している間からやってしまいます。今回はですね、完全に私がプライベートで作ってるものをそのままお見せしている形になるので、映えとかはございません、申し訳ございませんが。映えとか、みんなに気を使ったあの調味料の量とか、そういうのは考えておりません。激赤で真っ赤っかでお送りいたします。まあ、皆さん普段こういうもん食ってんだなって思ってもらえれば幸いです。てな感じで、火がだいぶ通ったので、 OK、 第1弾終了です。てれーん、いいじゃないの。じゃあこれ一旦ちょっと冷ましときます。はい、で次ね、第2弾に行くんだけども、第2弾の味付けはですね、ハーブを使いたいなって思うので、うわちょっとしおれてるけど、庭で植えてるですね、バジルを取りたいと思います。ちょっと見えるかな、ちょっとお水をあげてなかったからシワシワしてるけどこれをですね、いくつか取って入れていきたいと思います。こんな感じでバジル取れました、はい、いい香り。このフレッシュバジルをですね、さらっと洗って、はい、肉を入れて、肉から水分が出るから、これもそのまま油引かずに炒めちゃいます。でさ、バジルだからさ、ちょっとニンニクが入った方が美味しいやね。これでチューブでいきましょう。もうニンニクが入れば何でも美味しいよね。本当さ、ここにさ、トマトとかさ、チーズとかさ、なんかいろんなのが入ったらもう最強なんだけどね。まあそれでもね、バジルとガーリックと塩だけでもめちゃくちゃうまいですよ、これ。よいしょ。これをちぎって、ちぎちぎちぎ。はい、お塩、だいたい一つまみぐらい。あー、もういい匂い。ここにさ、例えばさ、豆乳とかさ、低脂肪乳入れてさ、パスタとかのソースにしてもいいかもしんないね。クリームパスタソースとかね。減量食っていうのはね、とにかくね、シンプルイズベストで作るからこそアレンジが効きやすいんですよ。これをベースにして作っておくでしょ。で、このまま出すと家族からブーイングが来ます、確実に。なのでここから自分の分は取っておいて、家族の分には
例えばトマト缶を入れて粉チーズかけてチキンのトマト煮込み風みたいな感じにしてあげてもいいし、さっき言ったみたいなトマトにしてもいいし、まあ、子供だったらねトマト煮込みのチキンをパンの上に乗せてとろけるチーズかけてチーンとかってしてもチキンサンドみたいになって美味しいし、本当にねシンプルだからこそアレンジが効くので、よくダイエット食と家族のご飯迷ってますっていう人たくさんお声いただくんですけど、全然迷う必要はない。とにかく食材をね炒めるだけとかシンプルな味付けだけにして、それをダイエット食にして、そっから何かいろんな手を加えるとか調味料加えるとかってして味を足していけばいいだけだからね。ダイエットはね足し算と引き算です。本当にそればっかりね。私最近感じたんだけど、本当に外食をこの7ヶ月とかってしてないんですよ。外食もしてないし、コンビニ飯とかもあんまり食べないし、パンとかも全然食べないし、とにかく自分で素材を調理するもの以外ほとんど食べないんですよ。で、この間さ、あまりに時間がなくってコンビニでサラダチキンを買って食べたの。したらもうさ、しょっぱくてしょっぱくて食べれたもんじゃないっていうぐらい味覚がすごく鋭くなってしまっていて、別にコンビニ食が体に悪いとか塩分が高いとか言ってるわけじゃなくて、この普段から食べつけてない味付けて食べるともうしょっぱさが顕著に感じる。すごく敏感だなっていうのを感じました。それぐらいまでいくと結構慣れちゃうっていうか、味が薄くっても慣れちゃうから、味が薄いことに対して不満を感じない。要は味の濃い食材ってどうしてもご飯が進んじゃったりとか、もうそれ自体でカロリーが上がっちゃったりとかするけど、この薄いのに慣れてしまえば発さなくなるから、発さないってことはもうこれで満足できちゃうから、なんていうのかな、ストレスがないんだよね。みんなダイエットっていろんなところでストレス感じるでしょ。で、よくダイエットは習慣化しちゃえばいいんですとかって、習慣化できてたらダイエットできてんだってってとかみんなね思うじゃん。その習慣化するまでが大変でしょ。なんだけどやっぱね、慣れよ、慣れ。習慣ってほら結局慣れって書くじゃんで、慣れてしまえばストレスがないわけ。習慣ができないって言ってるうちは多分それに慣れてないからストレスを感じてるだけなんだよね。だからね、しばらく慣れるまでやってみちゃった方がいいですよ、みんな。そうすると、私みたいに、この、コンビニとか行った時に、しょっぱーって感じたりとかして、普段、周りに溢れてる食材が、どれだけカロリーが高かったものなのかとか、ちょっと塩分過多だったのかとかっていうのがよくわかると思う。って言ってる間に、出来上がりました。第2弾、鶏胸肉のバジルソテー。いい感じ。さあ、2つ出来上がったから、これをね、詰めていくんだよ。はい。では、使うのはこちらでございます。スケールですね。私、今までですね、昭和のこういう、てててててんっていう、こういう測りを使ってたんですけれども、減量がスタートしてからは、正確に測るために、この測りを購入いたしました。これでね、一個一個、タンパク質の量を測っていきます。で、これは、まあ、まず最初に言っておくと、人によって摂取するべきタンパク質量というものは違います。なので、もし自分の必要な摂取量が知りたい方は、私の PFC バランス計算機をご利用ください。お願いします。誰かが 100g 食べてたから、私も 100g とかそういうものではございませんので、そこだけお気をつけください。では、詰めていくのはこちらです。100円ショップのタッパー！じゃ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 ん！なんでこのタッパーが好きかと言いますと、私でかいバージョンも持ってるんですけど、見て。ここがさ、こういう形なんですよ。だからね、このさ、パッキンのとこにさ、物が詰まんないわけよ。シュイーンって洗えるわけ。綺麗に管理ができるわけ。だし、まあタッパーってね、ちょっと悪くなっちゃったりするもんなんで、100円ショップだったらちょい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 買い替えれるのにいいかなと思って、これを利用しています。ちなみに、蓋をしたままレンジができまーす。お弁当にも最高。まあ、そんな商品紹介はさておき、こちらをですね、だんだかだんだかと詰めていくわけでございます。とりあえずね、今5個しかないんだけど、これをね、タッパーの重さも抜いてこれで入れてきます。さっき作った唐辛子入りのやつです。
で、これさ、あの、キノコも入ってるから、キノコの分が加算されないように入れていきます、とりあえず。まず、お肉だけ、シンプルに。でね、これ容器ね、ちゃんと揃えて買っておいた方がいいです。こういうミルプルップするときは。なんでかっていうと、一回一回容器の重さをこれマイナスしなきゃいけない。めんどくさいじゃん。こんな感じでさ、もうただひたすらさ、詰めていくだよ。で、普通のダイエットの場合は、お野菜とかもね、ノーカウントで好きなだけ食べても全然いいよって私は言っちゃってます。なんでかっていうと、そんなに言うほどお野菜のカロリーってないからね、葉物野菜とかキノコって。なので、好き勝手食べていいよとは言うんだけど、原料食の時に関しては、お野菜の炭水化物量も結構細かく計算していかないと、体重の変動すごく顕著に出てきます。なので、お野菜の種類とか、お野菜の量とかっていうのも私はすごく気にしています。とにかくたくさん食べりゃ OK っていうわけではないので、でもそこはもし気にされる方は気をつけてください。で、なんかどうしてもね、あのお野菜のカロリーが気になるとかっていう場合は、できる限り野菜の中でもカロリーの少ない野菜を選んであげるといいと思います。例えば、まあ、きゅうりとかもやしとかね、きのことかね、そのあたりだよね。てな感じで、だいたいこれが今こんな感じで、5つ分ちょうど分けられたので、タンパク質もたくさん取りゃいいってもんじゃないからね。もうそれなりにタンパク質もカロリーがあるので、本当に決められた量を同じリズムで淡々と食べていって、体がどう変化していくかっていうのを日々チェックしていくので、このあたりも目分量にならないようにやっていってますとか言いつつ、このあたりのキノコはもうあと目分量です。だいたいまあ5等分ぐらいに。これでとりあえず一つ目のやつだね、鶏胸肉の一味とえのき等で炒めたやつです。で、もう一つ入れきんなかったやつに関しては、こういう大きめのタッパーに入れておいて、食べるたびにここから自分の必要なグラム数だけ取って食べるっていう感じにしていきます。よーし、バッチリー。で、これから食べる分も簡単に、作っていきます。これだけで食べるのはさすがにちょっとさ、きついわけさ、これ。ご飯とかも欲しいし、もうちょっとお野菜も欲しいので、今さ、とにかくお野菜が高いからさ、買えるものはさ、冷凍でも何でもいいからさ、3房。です。で、ここに、ご飯を入れていくんだけど、これも測んなきゃ。今はね、ちょっと末期なので、細かく調整をしていて、その時その時でちょっとグラム数が変わります。こんな感じだ。はい。ということで、これがね、1食分です。のミルプレップになります。まあ、食べる頃にはこの、ブロッコリーも解凍されていて、溶けてなければレンチンすりゃいいかな、みたいな感じです。これが私の1食分のご飯になります。はい、ということでいかがだったでしょうか。こちらで私の減量期中のミールプレップのご様子のご紹介をさせていただきました。調理中の工夫だとかね、食材についてのお話だとか、参考にしていただける部分がいくつかあったら嬉しいです。これはあくまで減量食っていう形なので、まあ見る人によっては全然食楽しんでねえじゃねえか、こんな餌みたいなご飯ずっと食うのかよみたいな思う人もいるかもしれないんだけども、目標に向かってやっている時の食事だから、私はこれはこれでいいかなって思っています。で、もちろん大会が終われば普通の食事も楽しむし、また体作りっていうところに重きが置くような時期があれば、こういう食事で調整をするしっていう形で、ずっと食を楽しまないで生きていくというわけではなく、メリハリをつけて自分の綺麗も維持したいし、自分の健康も維持したいし、自分の楽しむ部分は楽しめるようにっていう風にしていきたいので、こんな風な調整をしています。ということで、今回もこの動画が面白いなと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録お待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。